お、始まってますね。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと、ライン後にも、送って、はい。こんばんは、田尻彩子です。今、リンクを送ったんでですね。ぼちぼち、皆さん集まってきていただけるかなと思うんですけど、まだ2分前ですね。はい。お、もう来てくださってる方いますね。すごいですね。ありがとうございます。嬉しいですね。あ、続々増えてきてる。よろしくお願いします。ぜひ、コメントとかもしていただけたら嬉しいなと思います。あと2分でですね、始めていくんですけれども。お、アルナイルさんだ、こんばんは。よろしくお願いします。コメントの仕方を、時間になってから説明しましょうかね。お、ヨッシーさん、こんばんみ。よろしくお願いします。ヨッシーさんのね、雑誌すいません。まだ見てないんですよ。出たやつ。見に行こうと思ったらね、コンビニで、あれだ、封されてて、そう、ごめんなさい。立ち読みしようとしたんです。はい。今度ちゃんと見ときますね。お、マリハグさん、こんばんは。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はね、うちの、生徒さんの、話ですね。生徒さんがなぜ成果を出すのかっていうお話からですね。今なかなかこう成果を出せないよっていう人も、その要素を取り入れてもらうことでですね、より、目標、成果に近づけるんじゃなかろうかというですね。はい。ぜひお役立ていただきたいと思います。よろしくお願いします。栗山さんかな？はい。こんにちは。よろしくお願いします。篠田さんも、こんばんは。よろしくお願いします。はい。やっぱりね、数字を出すとか、その成果出すって、こう、いろんな要素が、こう、絡み合ってですね。で、まるでこう、なんていうかな、ピタゴラスイッチわかります？ピタゴラスイッチ。あれ結構見てるの面白いですよね。うち子供がもう13歳と16歳だから、すっごい前ですけど、ほんと10年前ぐらい。NHK 結構面白くて見てたんでですね。なんかあれみたいに、ほんとちょっとした仕組みの、連続で、こう、うまくですね。ピタゴラスイッチだったら、こう、ボールがこう、レールを伝って、バケツに入ってみたいな。で、目的の場所にこうたどり着くとか、そういう本当仕組みなんですよね。そうそう。あ、時間になったかな？はい。じゃあですね、ぜひコメントをしていただきたいので、これですね、私のためでもあるし、皆さんのためでもあるんですよ。で、なんでコメントするかっていうとですね、今日覚えたことって、皆さんどれぐらいで忘れるか知ってます？もう、明日には70%以上忘れてるんですよ。せっかくお時間いただくのに。なので、きちんとですね、脳に定着するのを高めるために、ここにですね、コメントしてほしいなと思ってます。そして、こうやってコメントいただくと、皆さんとこうやりとりできて、すごい嬉しいんですよね。で、これライブやったことある人だったらわかると思うんだけど、この私の光景ですね。例えば、そこら辺で娘が見たらですね、何してるんだろう？一人で喋ってるみたいなですね。結構寂しい状況なんですよ。なので、ぜひコメントをいただいたらですね、励みになるので、で、初めましての方も、ぜひ初めましてと言っていただいて、積極的に参加してください。ということで、参加方法はですね、私の LINE アット入っていただいてるのかなと思うので、ですね、ここの、一番最新のですね、リンク押してもらって、で、右上の四角と矢印を押したらですね、サファリで開くって出るので、もしくはですね、YouTube でログインしてたら、コメントできると思います。で、この一番下ですね、この一番下から、コメントできるんでですね、ぜひコメントしてください。できる限り、読み上げていきますので、よろしくお願いします。はい。ということで、皆さん今、こう、
どんなことをこう知りたいなとか、どんなことに悩んでるでしょうかね、集客で。なんかここ改善したいよっていうのが、あって、やっぱ見に来てくださってるじゃないかなっていうふうに思うんですけど。で、まあそういうですね、結局大事なのが、まあ自分が一体どこに引っかかってるかっていうのをこう理解する、意識を向ける。ただなんとなく売上上がらないなって思ってるんじゃなくって、まあどの部分にですね、原因があるのかっていうのを分からないといけないんですけど、まあそういう意味でですね、うちで、まあ生徒さんが成果出してる一つってですね、マーケティングの仕組みが多分すごいシンプルだと思うんですよ。ちょっとボードに書いていこうかな、今日は。ボードに。見えるかな？見えるかな？見えそうな気がする。見えそうな気がしますよ。よいしょ。なんかすごい普段ぼーっとしてて、ですね、この、なんだろう、ペンやっと買ったんですけど、ずっと薄いカスカスのをですね、使ってて、で、いつもなんか買いに行こうと思うのに、こう忘れるっていうですね、で、やっと買ったんですごい嬉しいっていう、まあ、どうでもいい話なんですけど、うちの生徒さんが成果出してもらってる一つが、シンプルっていうのがあると思うんですよ。マーケティングは、まあ、シンプル。シンプルで、あとは、こう、優先順位がはっきりしてると思います。結構なんだろうな、マーケティング一生懸命やってる人とかと、塾行ってる人でも、いろんなですね、SNS を、こう、やみくもにやってる人って結構多いんじゃないかと思うんですよ。私も以前結構そうだったんですよね。なんか、例えば、こう、ブログやってるとか、まあ、YouTube やってるとか、Facebook もやってる、LP もやってる、で、あれもこれもやってるんだけど、何がどのように効果を発揮するのかっていうのはですね、分かってない。要は、こう優先順位分かっとかないといけないんですよ。じゃないと、どこに一番力を入れて、で、何がこう、なんていうんですかね、こうサブになるのかとかですね、分かっとかないと効果が生まれなかったりするんでですね。なので、まあそういうのも含めて、ちょっと今、口頭で言ってるだけでは分からないと思うんでですね。その辺も説明をしていきたいなっていうふうに思いますね。はい。で、これ全然皆さんも当てはめて考えられるので、シンプルです。シンプル。あれ覚えてます？覚えてますっていうか、初めて来た人は分かんないと思うんで聞いてください。まあ、マーケティング、ウェブのマーケティングの流れで、で、結構有名な2ステップマーケティングの話しますね。そうですね。マーケティングの流れって、これ集客。まあ、お客さん集めますよね、まず。集客、まあ、教育。入るかな？で、今度ですね、教育ができて初めて販売するんですよっていうことを結構繰り返し言ってるんですけど、で、ですね。まあ、集客するのって当たり前だよねって、大事だよねって、オアルナイルさん、さすがアウトプットしてくださってる。はい。さすがですね。で、集客するのは、まあ、当然、まあ、スタート地点として当たり前だと思うんですけど、で、この集客をするための SNS って、皆さん何使ってます？で、これ、うちで教えてるのが、インスタなんですよ。これね、インスタが結論から言うと集客するのにこれ圧倒的なんですよね。で、マーケターなので本当数字を元に言ってます。自分がインスタ集客専門家だから言ってるんじゃなくて、もう本当にデータを元に言ってるんですけど、でこれですね、ズームセミナーとかで実際どれぐらい違うのか見せるんですよ。私の、インスタのインサイト見せるんですよ。で、結構驚かれますね。全く違います。まあ、なので、インスタが最強なんだなっていうのだけ覚えてていただければいいかなと思います、ここでは。集客はインスタですると。で、インスタで集めた人ですね、を、まあ、どこに
どこで教育するのかですね。これが、まあ、LINE アットなんですよね。LINE アット。あ、なんかおかしなこと、ん？まあいいや。うん。LINE アット。LINE アットで教育するんですよ。で、ごめんなさい。ちょっと飲み物飲みますね。皆さんもリラックスして参加してくださいませ。はい。集客、教育、販売。これ皆さん、アウトプットしてくださいね。見てる方は、ぜひ。そうそう、ヨッシーさん、立ち読み、ね、できないんですね。アルナイルさん。お、インスタライブやってるんですね。そうそう。なんかね、ふと第三者の目で自分見るとね、寂しい気持ちになるんですよね。うちも、今娘実家にいてるんですけど、その辺にいたりとかするんで、私がライブやってる時とか、セミナーやってる時とかですね、母ちゃん何やってんだろうって思ってるかもしれないですね。大沢さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。今日、インスタに、集客して、LINE アットに、入ってもらって、で、教育をするっていう。で、教育を、まあ、しっかりしてですね、その上で販売するっていうことです。集めてすぐ、売っちゃダメですよってことです。これ結構、やりがちですよね。最近でも、ちょいちょいやりますね。Facebook のメッセンジャーで、全然面識のない人から、なんか、お久しぶりです。お久しぶりですって言って、なんか、自分の商品の売り込みの長文のメールが来るって。あれでですね、あれで、よっしゃ、これいいな、買おうっていう人、います？見てる人。ですね。栗山さん、インスタから DM。インスタからこれ直で、あれですよね、集客してすぐ、販売っていう意味だったら、これはもうダメです。ダメなパターンです。多分全部、そうそう、うちの生徒さんが成果を出す理由の一つに本質を教えてるっていうのもあると思うんですよ。本質を理解するのが大事で、私ちょいちょいノウハウ言いながら、これそもそもの本質はこうです、本質はこうですって言ったりとかしてるんで、そこも大事だと思う。優先順位と、ちょっと見づらいな。アウトプットしてください。成果出すためのポイント。まあ、シンプルなことと、あと優先順位が分かってることと、本質が分かってること。本質が分かってることがすごい大事で、で、別に、すぐ売り込んじゃダメっていうだけを覚えててもいいんですけど、自分の立場だったらどうかっていうのを考えたらいいんですよね。自分の立場だったらどうですかって。会ってすぐ、売り込まれたら、どんな気持ちしますかって。この人売りたいだけなんだなって思いません？なんか、こう、自分のことを、こう、人として自分のこと考えてるように見えないですよね。何の、こっちの話も聞かないで、何の、ね、根拠もなしに自分のことを売って、なんか商品売ってきたら、あ、この人売りたいだけなんだなってなるじゃないですか。で、例えばですよ。例えばの話、自分がもう凄腕の、なんかフィットネストレーナーみたいな、もう痩せさせる超プロみたいな、人だったとして、で、目の前に絶対この人自分のとこ来たら痩せるよねっていうのが、まあ、わかるとするじゃないですか。わかるとして、でも自分がどういうふうにプロかっていうのを知らないうちに売ったらどうなるか。これですね、ただ売れないという話じゃないんですよ。ただ売れないという話じゃない。皆さんどうですかね？なんか速攻売り込んできた人って、ちょっともう心の中で一旦壁作りません？私作りますよ。あ、この人なんか隙を見れば売ってくる人だわ、みたいな。壁作るんですよ。そしたら、ですね、もう、なんていうのかな。その人のところには、こう、なんか足が向かなくなるんですよね。で、結局何が言いたいかって言ったら、自分がすごい痩せさせるプロで、相手が、まあそれを自分がこうニーズを満たせるにもかかわらず、ちゃんとそれが伝わらないうちに売っちゃうと、本来お客さんになるはずの人までお客さんにならないんです。この教育が抜けてると。
教育が抜けて集客販売になると、売れないだけじゃなくて売れるはずの人にまで売れなくなるんですよ。だからちゃんと自分の価値、自分の商品の価値を正しく知ってもらってから初めて販売しましょうと。で、やっぱり相手の方がもう聞きたいですっていう風に前のめりになってもらうようなコミュニケーションっていうのをですね、取るのが大事です。まあ、そこはですね、うち、テンプレートがあるんですよ。スクールにテンプレートがあって、で、この通りやったら、まあ、教育がしっかりこうできるよとかですね、集客、なんだろうな、こう、セミナーとかに集客できるよっていう、テンプレートがあるので、できてるところはあるんですけど、テンプレートがある。こちらですね。はい。まあ、要は何が言いたいかって言ったら、もう、ちゃんと教育する。自分の価値をきちんと知ってもらう。相手がもう聞きたいですって言ってもらう。ぜひ教えてくださいっていうのが、もう本当究極。究極だけど、全然できるんですよ、これが。だからそのための方法をうちのスクールでは、教えてるっていう感じですね。はい。で、アルナイルさん、ドン引きしますよね。うん。なんかね、教えられてるんでしょうね。そういうふうにね。って言ってる人いましたよ。なんか一回相談に来られた方で、本当、なんだろうな。一眼レフをわざわざ買って、で、それでもういっぱい写真撮って、めっちゃ加工して、でも全然インスタにフォロワーは集まるんだけど、何にも売れないとか、で、その人が結局その DM で売るように教えられてるんですって。で、疑問を持ちながらやってるって言ってました。で、本当になんかこれでやるのか、これでやって売れるのかがわかんないんだけど、とにかく教えられてるから、そうやってるって。でもやっぱりいい気持ちがしないって言ってましたね。はい。ので、まあその方法はですね、普通に自分がお客さんの立場になったら、全部お客さんファーストだから、お客さんの立場になって普通に考えたらわかることなんですよね。うちのノウハウとかもそうだし、だけど意外と自分がその、お客さんの立場じゃなかったら分かんないんですよ。分かんないんです。だからできるだけお客さんの気持ちになってこうやるっていうですね。はい。カズミンさん、こんばんは。よろしくお願いします。大沢さん、LINE アットへの誘導はうまくいかないので知りたいです。ですね、LINE アットの誘導は2パターンですね。例えばインスタで出してる情報よりさらに濃い情報ですね。を LINE アットで教えてますよって言って来てもらうパターンと、あとはプレゼントですね。人って理由がないのに動かないんですよ。で、まあだからこう、なんだろう、LINE アットに入るための理由がいるんですよね。そのために、自分のお客さんが喜ぶようなプレゼントを作るっていう。ことですね。はい。が大事になります。うん。はい。もう、基本的にですね、もうギブからなんですよ。ギブだけではないんですけど、やっぱギブからなんですよ。で、うちの生徒さんとかも、本当、ギブの精神がある方が多くて、今ですね、うち生徒さんって、Facebook グループがあるんですよ。うちの Instagram 集客アカデミーの、そうですね、Facebook グループがあって、2期の生徒さんの、なんだろうな、こう、ギブ合戦がすごいですね。ギブ合戦っていうのか、なんかこう、自分がやってうまくいった事例を、他の人に、こう、共有してるっていうですね。で、これがうまく、いきましたっていうのを他の人にこう教えてあげてたりとかですね。なんか困ってたら、こう、助け合いをしてるんですよね。とか、こう、なんだ、私がこう発信して、それについてどうこうっていうよりも、生徒さん同士で、なんか、なんかいい情報ありがとうございますとか、こういうとこが参考になりましたとかですね。生徒さん同士でこう、引っ張り合いこしてるし、あと、まあ、事例が多いですよね。そうだな、まあ、ギブの精神っていうのも大事。ギブができない人は、これなかなかビジネスうまくいかないと思いますよ。だって、なんだろうな、奪うだけの人のところに行きたいと思います、これ皆さん。これ本当、逆の立場だったらっていう、さっきと同じ。行きたくないですよね。だから、結構これもう本当、全問答みたいな話、
売りたかったら商品のこと忘れたりとかするんですよ。売りたかったら商品のこと忘れて目の前の人のこと考えたりとか、これほんとセールスの時、こうですね、相手が迷った時の、ほんとうちのあのマニュアルにあるんですけど、相手が迷ったら一緒に悩む。あの相手にとって何がいいかをこう一緒に考えたりとか、あの気持ちを整理したりとかですね。はい。で、ちょっと話戻すと、義母の精神が大事だし、あとはスクールでいろんな職種の人がいるんですよね。コーチ、コンサル、セラピスト。で、コーチでもいろんなコーチがいるし、あと店舗でもこうサロンとか、ネイリストの方とかですね、飲食店とか、そのスクールのクラスによってですね、あの、いろんな種類の職業の人がいるので、なので、こう事例が多くて、で、それぞれの、あの、うまくいったパターンですね。だから、事例が多いから、要はマニュアル、ノウハウ以外にも、こう、生きたうまくいってる、あの、方法ですね。こう、共有してもらってるんですよ。なので、まあ、そういう、こう、材料も集まってきやすいっていうのもありますし、そう、なんかそういう環境もすごくあるのかなっていうですね、のを思いますね。うん、うん。マキさん、あ、いえいえ、遅れましてよろしくお願いしますということですね。ありがとうございます。はい。アルナイルさんが、そうそう、お客様ファーストだし、もっと言うと、うちのスクールお客さんも一緒に作ってますからね。なんかあの、質問もらうんですよ。質問もらったら、その答えを、あの、普通に文章で返すこともあるけど、ちょっとややこしい場合は動画にして返したりとかで、その動画ですね。要はお客さんの困っていることを解決する動画が一つノウハウになったりとかですね。で、そういうこう動画を、あの、専用のサイトにあるんですよ。その自宅学習サイトがあるので、で、なんかそこにこう上げていったりとかですね。あとはこうなった方がいいとかっていう声があったら、それを取り入れたりとか、もちろん全部が全部、あの、聞けるわけではないですけど、可能な限り、聞いて、生徒さん一緒に作ってるっていう、こう、意識ですね、うちは。私がね、あんまりね、これがいいですよ、バーンってやっても、それってお客さんの、あの、欲しいものとずれてたりとかするんですよ。だから、もう生徒さんも一緒に場を作ってくださってる、あの、一員っていう感じですね。はい。答え知ってるのはもう、あの、皆さんもそうですよ。お客さんなので、お客さんの声をちゃんと聞いていくっていうことが、すごい大事になるかなと思います。はい。だから、あの、なんだろうな。お役立ち情報を配信したりとか、LINE でプレゼントをあげるときも、なんかこう、普通に、なんだろうな。なんか、これあげるから来てちょうだいねっていう、こう、意識とかって結構伝わると思うんですよ。人間ってね。これ一回ね、いつだったかな、ほんとすごい10年ぐらい前なんですけど、あの、なんだろうな。ちょっと例えが合ってるかわかんないけど、タクシーのですね、夜道を歩いてたんですよね。北九州市のあの、小倉っていうとこですね。知ってますかね。歩いてたんですよ。たら、多分タクシーのおじさん、お客さんが欲しかったんだろうとは思うんですけど、なんかね、あの、タクシーの後部座席の、あの、ドアがカパーって開いて通ってたら、で、なんか、あの、すごい、あんまり、なんだろうな、爽やかとは言えない笑顔で、あ、おいでおいでおいで、みたいな、乗ってらっしゃい、みたいな感じで、なんかすごい怖くてダッシュで逃げた気がするんですけど、なんて言ったらいいのかな、なんか、これあげるから、なんか何かをちょうだいねっていう意識は結構伝わるので、なんかナチュラルに自分の、なんだろう、仕事で人を喜ばせたいなとか、そういう意識の人の方がこううまくいきますね。だからなんかこう、そういう人に囲まれてみたりとか、うちのスクールもそういう人が多かったりするので、まあそこもいいのかなと思います。はい、ギブを楽しむっていうですね。でもなんかそういう人が多いですよね。なんかこれだけ、ね、自分でビジネスやるって、あの、まあ、自分のこともそうですけど、喜んでもらいたいっていうのはみんなあると思うんですよ。うん。前田さん、LINE アットに登録してくれた方とは、個別対応できますか？個別対応、あの、やりとりできますね。あの、なんだろう。こう、
メッセージのやり取りできますね。これ LINE アットの仕様のこと聞いてるんですかね。それとも個別対応した方がいいかっていうふうに聞いてるんですかね。ちょっとそれ教えてもらったら具体的に伝えられるかなと思います。マリハグさん、そうですね。ギブアンドギブの精神ですね。アルナイルさん。あ、ちょっと待ってください。現在位置が。シリちゃんがね、発動しました。はい。うん。ヨシさん、提供しまくっています。アルナイルさん、ギブを楽しむ。いいですね。ギブを楽しむ。鈴木さんは、あ、用事があるんですね。はい。ありがとうございます。わざわざお忙しいところに。っていう感じですね。はい。なんだろう、こう、与え好きな生徒さんもすごく多いかなっていうのがありますね。うん。あと何かな？あとは、そうだな。早い改善かな？うち、生徒さんが成果出すのって。まあ、もちろん、正しい方法論があってのことなんですよ。マーケティングの正しい方法論をやってもらった上で、で、ですね。例えば、私がインスタ映えいらないですよって投稿に文字入れましょうって言ってるんですけど、これだけ知ってても、なんていうのかな、集客がこう、いきなりできるかって言ったらそうじゃないんですよね。例えばですね、うち入ってくる生徒さんとかでも、文字入れてるんだけど、ね、できないですっていう人、例えば文字がすごい小さかったりとか、目立たなかったりとか、あとは、ですね、あと、何があるかな、自分のターゲットにこう響く言葉じゃなかったりとかですね、ちょっと意味がわからなかったりとかですね、っていうふうに、精度を上げていくのが大事だったりするんですよ。正しい方法論をやった上で、こう常に改善していく。で、その改善のスピードが速ければ、あ、やばい、くしゃみ出そう、くしゃみ出そうだな。改善スピードが速ければですね、それだけ成果に近づくのも、ほんと速くて、で、この改善ってですね、ほんとちっちゃいものでいいんですよね。なんて言ったらいいかな。なんか、イチローがかっこいい言葉言ってたじゃないですか。なんか、とんでもないところに行く唯一の方法は、なんか正しく思い出せない小さいことの積み重ねだみたいな。で、ほんとそうで、いきなり大きいこととか、いきなり正解出そうとする人ってうまくいかないんですよ。で、そうじゃなくて、小さいことからだったりとか、自分は半分ぐらいしか理解してないかもしれないけど、とりあえずやってみようって言って、やってみてこけると。で、ちょっとこけたなと思ったら、でもこけた時って目標とどれぐらいずれてたかっていうのを初めて分かったりとかするんですよね。だから、こう、やる前から正解じゃなくて、まあ、これがいいんだよって言ったら、これ本当うちの生徒さんとかでも、やっぱりほら、皆さんもそうでしょ。同じこと学んでも、飲み込み、結果出すの早い人とそうじゃない人っているじゃないですか。その差ってやっぱ早くやる人なんですよ。完璧じゃなくても早くやる人。自分はまだ、完璧じゃないから、もうちょっと準備してからやるっていう人の方が成果はやっぱ遅くなるので、なので、まあ、早くやることで、早くやって、早く失敗して、早く改善していくことですね。っていうのが、本当唯一じゃないかなと思います。最初から大正解できる人って少ないと思うんでですね。で、まあ、その早い改善。うちの生徒さんとかだったら、聞いてきてくれますね。特典でこうついてる分で、サポートしてるんで、質問をくださってですね。で、やっぱもう、聞いてくれないと何に困ってるかわかんないので、私も聞いてくださいって言ってて、で、で、それに対してこう答えしてですね。やっぱそこも今日答えした生徒さん、ギブの精神すごくて、で、その答えがすごい良かったからって言って、みんなにも役に立つからみんなにシェアしたいって言って、Facebook グループにですね、私がこういう質問したら、あやこさんからこういう答えがなんか来ました。で、自分はこういうのが分かりましたっていうですね。はい。なんか自分の解釈をまたここで書けるところがすごいですよね。はい。っていうですね。まあ、ことが大事じゃないかなっていうふうに思います。はい。改善スピードを早くする。だから、皆さんも、とにかくやるっていうことですね。だから、ここにいる皆さんとか、あと、まあ、LINE アットのですね、私の配信見てくださってる方、例えば、
すごい YouTube 見てますって言ってくださる方も多くてですね、嬉しいんですけど、まあ生徒さんじゃないにしてもですね、まあ LINE アートの中でつながってる方たちなので、私はなんかこう、なんだろう、まあ生徒さんに近いというか、なんか私の方で、まあお前なんか先生じゃねえよって思う人は別にもいいんですけど、まあそれに近いような感覚で、なんか役に立つ情報とか、まあ一緒に成長していけたらいいなって思ってるんでですね、私も情報出してるんで、YouTube いっぱい見て改善してくれたら、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。そうです、そうです。お、アルナイルさん、お、クラウドファンディングを無事にスタート。はい。応援しております。栗山さん、あ、小倉行くんですね。めっちゃいいとこですよ。小倉ね、食べ物すごい美味しいです。北九州怖いっていう人いるけど、そんなことないですからね。私のほほんと生きてますよ。あ、でもそう、前回ヤンキーに囲まれた話したんだった。でも大丈夫でした。アルナイルさん、改善スピードが速ければよろしいと。そうです、そうです。小さなことからコツコツとの方は、あれ、なんですっけ？小さいことからコツコツとって誰の言葉でしたっけ？ヨッシーさん、小さなことからコツコツと。あ、体の改善も同じなんですね。体の改善はね、これ私はちょっと気をつけないといけない。なんだろう、生活習慣とか、姿勢悪いんですね。姿勢も悪いし、水もなんかちゃんとあんまり飲まないし。ヨシさん、トライアンドエラーですね。前田さん。あ、そう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 。ナイスです、前田さん。小さなことを積み重ねるのが、とんでもないところへ行く、ただ一つの道だと思っています。あ、でもこれ本当そうだと思いますよ。小さいことを無限にやっていくと。で、なんだろうな、達成しても次の目標持ってたりとか、成長意欲持ってた方がいいですね。ただ私がですね、多分、なんだろうな、向上心が強すぎるというか、でもすごい頑張ってるつもりはなくって、実験みたいなね、せっかく生まれたからどんな感じになれるか知ってみたいな、自分みたいな、そういう感じで、もう好奇心で動いてますけど、向上心多分強すぎるんですよ。だからなんかその人それぞれのペースっていうのはあると思うんだけど、まあもしこう、より良くなっていきたいんだったらですね、どっかにたどり着いて、で、ふーって一息つくのもいいんだけど、またその次の山とかを見ていけるとですね、よりこう成長していけたりとか、あとは、まあ前回も言ったかな、同じ場所を、現状維持しようとすると緩やかに衰退していくので、なので、まあ、何かしらですね、こう次のステップとかですね、成長していった方が私はよろしいんじゃないかなっていうふうに思っていますね。はい。あとですね、そうそう、あれだ。マリハグさんのやつを見てちょっと今飛んでしまったので、ちょっと読みます。参加してる、お、50万のプロダクトローンチの講座行ってるんですね。同じ内容？あ、そうなんですか。今喋ってることがですか？あ、本当ですか？嬉しいです。ありがとうございます。あんまりね、なんか無料でこれぐらいっていうのがあんまりわかんないんでね、知り合った人とか、たまたま会った人とかね、あれなんですよ。普通にノウハウを教えちゃうんですよ。成果出してくださって、15分喋った人が、なんか成果出してお客さんが、なんか、その方もでもギブの精神の人だなって思います。なんかジムの方でお客さん来てくれて、なんか契約2人しましたって言ってくださってたんですけど、それをなんかわざわざ報告してくださるのがこう、なんかギブの人だよなと思って、そういう人柄だからお客さんになったんだろうなとも思うんだけど、あんまり私もね、そう、無料だからここまでしか教えないとかがよくない、わからないんですけど、計算できないんで、マリハグさん嬉しいですね。私の言ってることに。まあ、なんか、こう、役に立つことがあれば、嬉しいんで。ヨシーさん、現状維持は、緩やかな衰退。お前田さん、めっちゃ褒めてくださってるじゃないですか。そうでしょう。ありがとうございます。アルナイルさん、私も好奇心強すぎて、一旦死にかけたので、どうせならちゃんと死ぬ前にたくさんやってみようと思います。なんか、そういう思いされた人って、こう、余計にですね、リミットのこと考えますもんね。なんか、一回、なんだろうな、Facebook でつながった人で、がんの人がいてですね、その人の言葉ですごい一個変われたような気がしますね。なんか自分の時間、これをするためにあるんだっていうことを言われてて、
あ、じゃあ私の時間って何のためにあるんだろうっていうふうにすごい考えさせられました。皆さんどうですか？皆さんの時間って、命って時間の連続なんですけど、何のためにありますっていう。またね、あんまりノウハウじゃない話しちゃうんですよね。精神論みたいなね。なんか、楽しい修行だと思ってたりするんでですね。ビジネスもですね。はい。お、平井美希さん、こんばんは。ありがとうございます。前田さん、あ、嬉しい。いつも良い話、ありがとうございますと。前田さんは、オリジナル商品がないんですね。なるほど。自分の好きなことって何でしょうね。はい。で、あ、そうそう。あと、そう、ですね。生徒さんに教えてるのが、そのノウハウ通りにやってください。素直にやってください。行動してくださいって。まあ、これ当たり前のこと言ってるんだけど、ですね。自分の頭で考えてくださいっていうこと結構言うんですよ。うちのスクールね、なんて言ったらいいのかな。こう卒業した後も自分の頭で考えて、自分で法則性を生み出せるような人が育ってほしいなっていうふうに思うんですよ。だから、シュハリで、まずは、ですね、シュハリ分かりますか？茶道とか華道とかで、守る。と書いたらいいのかな。シュハリ。なんかね、イエスマンみたいな、なんだろう、団体とかでよくあるトップの言うことすごい聞くみたいな、イエスマンみたいな集団にしたいわけではないんですわ。なんて言ったらいいかな。それぞれ自分の考えがあったりとか、自分の行動に責任持ったりとか、そういう自立した人たちを作りたくって、で、こう意見とかこう言ってもらったりとか、私自身も周りがなんだろう、イエスマンみたいな人ばっかりだと裸の王様みたいになっちゃいそうだし、だから、まずはノウハウを守ってほしいんですけど、スクールとか、まあ YouTube でもいろいろお伝えして、まあ一部ではあるんですけどね、伝えてるんですけど、まずは守ってもらった上で、でもいつかそれを破れて離れる時が来るんですよ。で、その時に私の答えばっかり待ってて、自分の頭で考えられないようじゃ、この段階に行けないんですよね。だから、そのために本質とかも教えてるし、これこういうふうな行動するのは、本質を言えば、このためなんですよっていうふうにですね、本質を教えてるのもそういう理由だし、あとは、結局、答えないもの多いじゃないですか。これビジネスだけじゃないですよ。答えないもの多いでしょう。結構ね、なんか子供の時とか、親にああしなさいとか、こうするのが正しいって言われて、で、こう疑問に思ったりとかしたじゃないですか。ないですかね、皆さん。で、それって結局今振り返ってみたら、親が親の答えを持ってただけで、実際には答えてなかったんですよね。で、自分で自分の責任を持つには、なんか人の、例えば人からもらった答えでうまくいかないこととかもあるわけですよ。例えば私が A と B の方法があって、A にしたらどうですかって言って、そっちが不正解だった場合とかも、自分で、要は、自分、最初は教わった通りにやるんだけれども、あとこう自分で考えて、自分で責任を持ってやっていかないといけないと思うんですよね。そのために自分の頭で、考える力っていうのをすごい持ってほしいなっていうふうに思うんですよ。何が正解かって、まあ、ノウハウに関しては正解がありますよ。あるんですけど、起業家としての判断は、はっきりこっちが正解、不正解って分からないのに、選ばないといけない選択の連続だと思うんですよね。で、選ばないといけないときに、ちゃんと意思決定できなければ、まずいわけですよ。あとは、さっきのこういう集客、教育、販売っていうのが、なぜこのような動線なのか分かったら、違う SNS を使った時も、例えば時代がインスタじゃなくなって、また新しいものが世に出てきた時も、あ、じゃあこれは集客のために使えるなとか、この媒体は教育のために使えるなとか、お客さんの、お客さんの
例えば心理が購入するとき、こう何がどのように動くかっていうのも分かっておけば、じゃあこのお客さんにはまだこの、要素が足りないからこれ伝えようかとか分かるんですよ。卒業しても分かるんですよ。で、例えば、まあ、成功してる人ほどノウハウ買ったりとかですね、コンサルつけたりとかし続けてるんですけど、卒業した後また学びに行くときも、この、例えば学びはいいよねとか、これは学ばない方がいいよねとか、見分けがつくようになってほしいなと私はすごい思うんですよね。はい。自分の人生なんで自分で責任持って自分で選んでくださいというですね。はい。っていうのをすごい思ってます。私は。はい。ちょっと水飲みます。マリハグさん、人生は楽しい修行。そうそう、なんかそんな感じで。アルノエルさん、日野原重明先生っていらっしゃるんですね。命は他人のために使える時間のことって言ってたなって。なるほど、なるほど。アルノエルさん、シュハリ。お、山川さん、いらっしゃいませ。いえいえ、ありがとうございます。マリハグさんがアルノエルさんに反応素早いですね。打つの早いですね。大沢さん、周波里。アルナイルさん、ノウハウを守りつつ自分の頭で考える。マリハグさん、周波里。アルナイルさん、答えがない。確かに親のこうしなさいは、親の願いとか、こうしたかったのにできなかったことの範囲だったりしますよね。そうですね。私も結構、なんだろうな、私がぽーっとした子供だから、なんかちゃんとしなさいって言われてきた方だったんでですね。はい。そうじゃないんだよなと思いながら、私がしたいのはそうじゃないんだよなっていうのありましたね。カズミンさん、選択の連続。アルナイルさん、自分の責任は自分で、責任持って選んで。篠田さん、選択も自己責任。はい、ありがとうございます。だから、まあ、ノウハウを教えてるのはもちろんなんですよね、うちのスクールって。ノウハウを教えてるのは、もちろんのこと、結構その、なんだろうな、本質を見たりとか、義務の精神だったりとか、あとこう自分の頭でちゃんと考えて判断できるっていうですね。っていうのを、ちょっと大事にしてるかなと。でも基本はノウハウばっか喋ってるんですよ。基本はノウハウばっか喋ってるんですけどね。あとまあ事例がスクールなので多かったりするかなっていうところですね。あと何があるかな？なんかね、私も改めて、なんでだっけと思ったんですよ。なんで成果出してもらってるんだっけ、なんでだっけと思って。で、書き出してみたんですよね、いろいろ。まあ、あとあれですね、最初プロフィールとかコンセプトとか、あとまあ商品作りっていうところを一緒にやってるので、要はマーケティングどれだけうまくこう動線作っても、売れる商品がなかったら、商品が魅力的じゃなかったりとか、あと商品プランの設計間違ってたりとかしたらですね、売れなかったりとかするわけですよ。売れなかったりとか、売れてもあんまり、なんだろうな、メリットがなかったり、喜びがなかったりとか。っていうのがあるので、まあそういうところもですね、一緒に作っていってるところが大きいかなっていうふうに思いますね。はい。っていう感じですね。そうそう。だから、なんかな、もう本当、マインドも大事ですし、マインドベースのノウハウですね。はい。が大事かなと。あと本当、場の力、環境の力ですね。これはもう繰り返し言ってきてる。まあ今までと同じ環境に行ったら今のままなんで、自分を引き上げてくれる環境に行きましょうと。それはメンターがいる場所もそうだし、まあ仲間がいる場所もそうですね。なので、例えば皆さんも、ですね、まあ、セミナーがあったら行ってみるとか、例えば憧れの人にこう会える機会、講演会があったら行ってみるとかですね。私個人的に結構人生が変わったかなぐらいの勢いなのが、本田健さんの講演会行ったんですよね。本田健さんの講演会に行って、で、セミナーも行ったのか、ワンデーセミナーも行って、そこで出会った人たちが世界を広げてくださったりとか、なんか緊張しましたけどね。なんだろうな。なんか、言葉がみんなこう、なんだろう、言うことが前向きで、なんだろう、綺麗すぎるというか、私なんだ、こう、お笑いの話とかしたい。まあ、その場で別にしたくないけど、要は、あっこで会う人たちが、お笑い番組の話とかしそうになかったんですよね。だから、
こういう世界で私は会うのかなと思ったけど、そこで、まあ、会った人たちから派生して世界が広がっていって、でまたこうどん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 派生して今に至るっていうですね、はい、本当人の出会いだなっていうふうに思うんで、なんか今と変えたかったら違う環境をですね飛び込んでみたらいいかなと思います。なんだろう、皆さんなんかやってます？実際そういうの、違う環境に飛び込んでみるとか。うちのズームセミナー参加してくれる人もそうだと思うんですよね。普段選択してることと、まあ違うことを選んでる人もいるし、あとは、行動することで、いろんなとこ参加してて、まあその一つだったり、要は、正しい行動って最初からわかんないんですよね。正しい方法論が必要って今言いましたけど、自分が一体どの行動が正しいかとかって、行動しないとわからないんですよ。だから、とにかく、闇雲にでもいいから、いろんなとこ行ってみて、いろんな行動してみて、で、そうやって行動することで、なんだろう、正解というか、自分はこれをやったらいいんだなっていうのが、初めて見つかるっていうですね。だから、材料集めみたいなもんだと思います。世の中にはですね、知らないことが多すぎます。私もそうです。私はこの分野のことは知ってても、他のこととかは全然知らないんですよ。だから、どんなジャンルかな？車のこととかだ。あと、ワインのこととか、こう、自分が知らないジャンルのこと聞いたら全然知らないし、まあ、頭の中にいっぱい材料を持っとくのいいですよね。まあ、自分に興味のない分野とかはもちろん持たなくてもいいですけど、私も本当いろんな行動をして、いろんな材料ですね。ビジネスに関するいろんな材料が入ったことで、それがこう、後でこう、組み合わせて生きてきたりとかしてきたんでですね。なので、行動していろんなとこに行ってみる。いろんな、環境に飛び込んでみるっていうですね。のがすごい大事じゃないかなっていうふうに思いました。マリハグさんも素晴らしいですね。成功する環境が欲しくて、やる気のある方々ばかりの助け合い精神豊かな50万円のプロダクトローンチ講座に参加を決めました。これ最高の環境じゃないですか。多分引っ張り上げられますね。そういうやる気があって、ギブの精神ある人たち。普段、やっぱり、生活して会う、ですね、まあ、会社の同僚とか、まあ、学生時代のこう、友達とか、ママ友とかも、もちろんいいんですけど、その人たちがビジネスに関して興味がない、もしくは、あまりよろしくない印象を持ってるとしたら、このビジネスの話をですね、自分がこういうふうにやろうと思ってるって言った時点で、結構ですね、なんだろう、こう、引き上げるどころか、多分ちょっと逆の方向に行くかなっていうことを言われがちだと思うんですよ。これもちろん人によりますよ。すごくいいねって、頑張っておいでよって、応援してるよって、できるよって言ってくれる人ももちろんいますよ。多分少ないですね。私の周りも少なくって。から、本当マリハグさんみたいに、そういう環境ですね。自分に合った環境を探しに行ったわけですよね。探しに行って、で、それをこう掴んだりとかですね。あと、ほんとちょっとした講座とかですね。あと、本の世界とかでもいいと思うんですよ。本の世界とかでもですね、いいと思うし。で、こういうですね、ギブの精神も大事だし、あとは、私結構その、理想論的なことも言うんですよ。貢献とか。も言うんですけど、これに現実的なノウハウがないと、ただの寝言っていう言い方してる人いましたけど、本当そうだと思うんですよね。なんかこういう風に人に役立ちたいって言ってるのに、全然それを自分の商品をこうマーケティングができてなくて人に届けられないとかってなったら、それってもう本当ただ言ってるだけで、実現して、しないので、だからちゃんとしたノウハウ、本当論理的な何をこうしたらこうなるっていう具体的なノウハウと、あとそういうマインドとかギブの精神と、私は両方すごい必要だと思いますね。うちの、スクールの生徒さんとかも本当そういう人たちが集まってくださってて、めっちゃありがたいなと思います。アルナイルさん、病気前に、そうなんですね、いろんなところに行って、学んで、クラウドファンディングに関わってくださってる方が多くてびっくり。
なるほど、なるほど。結構なんかいろんなことやみくもにやってても、後からつながったりとかですね、意味のないことって私はないんじゃないかなと思いますね。過去なんか例えば、ここ学びに行って、で、あんまり良くなかったなとか思っても、後でそこで学んだことが実はこう生きてきたり、そこでつながった人たちとこう何か生まれたりとかですね。だから、何を選んでも、なんだろう、正解不正解ってもちろんあるんだけれども、選んだものを正解にしていくっていうのもすごい大事じゃないかなと思います。なんかこういう、LINE、インスタと LINE の集客をやろうと選んで、で、それを、まあ、何を選んで、これは例えですけど、何を選んでも、正解にするのは自分だと思うんですよね。正解にするだけの、行動をとっていくのも自分だと思うので、うん、行動なんですよね、結局。行動すごい大事だなっていうふうに思いますね。はい。だから、まあ、うちの生徒さんとかも行動した中で、まあ、うちに来てくださったっていうことなんですけど、まあ、皆さんも、もし、例えば今から成果出したいとしたらですね、まあ、こう、まあ、シンプル。いろんなことをやるよりも、何が効果的か見極めた方がいいと思いますね。で、まあ、シンプルなマーケティング。うちだったらインスタと LINE アットが、まあ、ほんとデータ上、数字上、最強なので、シンプルで、で、優先順位ですね。まず、インスタと LINE アットをやりましょうと。で、そこでちょっと、弱いな、足りないなっていう部分は、がっつりですね、Facebook と、YouTube 使ってもらってるんですけど、そういうふうにこう、何が、先かですね。うちで言ったら、インスタと LINE アットが先ですと。で、あとは、まあ、資産になるんですよね。YouTube とかブログってですね。なので、それを後から、まあ、育てていく。時間がかかるから優先順位はインスタと LINE ですよとかですね。教えてるんですけど、あとまあ本質ですね。本質分かってると、応用が効くようになるんで、なぜそのようにするか。もし教えてもらえなかったとしても、自分でちょっと分析してみるといいですね。アウトプットワークってあるんですけど、アウトプットワークってあって、まあ、線を真ん中に引いて、で、例えば、ま、自分が参考にしてる人がいるとするじゃないですか。私の生徒さんだったら、例えば、まあ、私がやる配信見てたりとか、私がやる YouTube 見てたりとかして、で、まあ、田尻が、じゃあ何しましょうかね。最初に、YouTube の最初に何があるかな。なんか、思いの配信をしたとか。思いを伝えたとか、こういうふうに思う。そしたら、これは、例えば、もう、自分と価値観の合う人に対して、まあ、価値観の合う人ですね、とか、を集めるためにやってるんじゃないかとかですね、ちょっといい例えが思い浮かばないんですけど、田尻が LINE アットの配信で、例えば、まあ、動画を送ってきたとか、動画を送ってきた。そしたら、まあ、これは教育のためじゃなかろうかとか。で、こういう教育をするためじゃなかろうかっていうふうにですね。左に事実を書いて、右に分析を書くんですよ。で、この癖をつけていったりとか、これを自然に頭の中でやっていく。マーケッターで、この人すごいなっていう人がいたら、例えば、LINE アットに写真をつけてきたと。こういう写真をつけてきた。で、これはどんな意味があるんだろうか、こうじゃなかろうかっていうですね。教わってなくてもこれってノウハウができるんですよ。で、こういうのをですね、やっていくことで、自分の頭で考えていく力とかもついてきますし、すごくいいんじゃないかなと思います。はい。そう、なんかね、なんだろうな。結構素直が大事とは言うんですけど、まあ、大事なんですけど、私はやっぱり自分の頭で考えることを放棄したらいけないと思うんですよ。あとはね、思考停止する人が多いんです、どうしても。なんかちょっと難しくなったらもう考えるのやめちゃうとか投げ出しちゃう。で、投げ出しちゃったらもう戻ってくるのが億劫になってそのままやらないとかあると思うので、思考停止自分がしそうになったら、これがわからない、できないってなったら、ということはっていうふうにつけ、
言って斜め右見てほしいんですよ。そして教えてもらったんですけど、すごく良くて、そしたら脳が勝手にその先を動いて考え出すんですよ。だから思考停止の向こう側に行くっていうことを何回も繰り返すことっていうのもすごい大事じゃないかなと思います。ということで、ですね、まあもう1時間近くなってきたので、もうキリがないんでですね、いっぱいアウトプットしてくださってる。選んだものを正解に自分でしていくんですよ。前田さん、ご縁や引き寄せを感じる場面が多いです。多いですね。アルナイルさん、自分で分析してみる。アウトプットワーク。ヨッシーさん、選んだものを正解にする。一つ一つの行動良い方向に向けていく。そう、行動するときに、なんか選択するわけじゃないですか。A と B があって、で、A 選ぶとした、じゃあ、こっちの方が自分の、なんだ、正解、自分の望む方向に、向かうかな。例えば自分がダイエットしたいとしたら、ささみ選ぶか、ポテトチップ選ぶかって言ったらささみじゃないですか。だからそういう、意識的にこれを選んだ方が良いであろうっていうのを、選んでいくっていうことですね。はい。なんとなくじゃなくて。アルナイルさん、行動となぜそれをするのかを考えてみる。自分の頭で考えることをやめない。ヨシーさん、思考停止させない。アルナイルさん、思考停止しそうになったら、ということは、と言って、ということはで、ハテナですよ。もう、頭の中でハテナです。そしたら、で、目上を見て、思考停止のその先に行く。そうです、そうです。この思考停止のその先に行くっていうことが、いかに繰り返せるかが大事だと思います。あとは、やっぱり、パレートの法則ってあって、2対8の法則ってあるんですけど、行動を続けられる人って、やっぱ全体の2割とかだったりはするんですよね。だから、いかに自分がくじけそうになった時に、そこを、もう自分も引き返したいと思った時に、いかに引き返さずに前に進めるかが成功するかどうかを分けるんであって、別に能力が高いとか、頭がいいとかですね、そういうことじゃないんですよ。もうしつこい人間が成果出します。しつこい人間です。私もしつこいです。で、頭がいい人が勝つんだったらですね、私とかも、全然こんな、月賞700万とかになってないです。いかにしつこく、思考停止、行動停止の向こう側に行くか、それをいかに長く続けるかっていうのが、大事だと思ってください。はい。っていうことでですね、たくさんコメントいただいてありがとうございます。で、ちょっとですね、もうほぼほぼ埋まってきたかな。私のズームセミナーがあとですね、25と27ですね、2回あるので、ちょっとそれのですね、お伝えしたいと思います。だからここで伝えられなかった、集客、教育、販売とかですね、あと、ズームセミナーの人だから、出せる内容とかも結構あるので、なので、その辺のところをですね、ズームセミナーの方で、お伝えしていきます。プレゼント相当盛り盛りつけてるんで、それもかなりお得じゃないかなと思います。皆さんの行動の一つにですね、してもらえたらいいかなと思います。で、ズームセミナーとかいそうな、ズームセミナーが、25、27ですね。25、27で、15時から23時です。で、ですね、普通のセミナーと同じく、顔出し、ちゃんと顔を見て話したいので、顔出しと、着席をお願いします。で、全然録画とかしてないです。ちゃんと結局、なんていうのかな。その状態じゃないと、頭に入らなかったりとか、時間無駄にしてほしくないんですよね。なので、顔出し着席をお願いします。で、ですね、特典なんですけれども、通常ですね、以前生徒さんにあげてたような有料のですね、ものを差し上げてます。で、30万相当でですね、ちょっと読み上げるのがいっぱいあるんで、さらっといきます。月賞7桁になるまでの、すいません、成功のシナリオと、あと、インスタで反応が取れる具体的な配信の取り、テクニックと、あと、LINE アットスタートダッシュ動画マニュアルと、インスタのフォロワーが劇的に、増えるですね、一眼レフ不要の自撮りノウハウ動画。あと、無料アフターフォローサポートと、LINE アット回転マニュアル。あとは、LINE アットに月50人から100人集客するためのストーリーズのですね、
使った、投稿テンプレートというですね、普通だったら一般に差し上げてない内容のものをですね、このセミナーにもりもりつけてます。で、通常1万円なんですけれども、15名までですね、3000円でさせていただいているので、早めに申し込んでください。で、申し込みたい方は、25日だったら、4ですね。4ズーム。で、27ですね。27が、5ズームっていう風に、いいのか。数字。丸ですね。丸で囲った数字と、カタカナでズームって入れてください。これですね。自動配信になってるので、私の LINE アットの方ですね。LINE アットに、これメッセージいただくとですね、あ、ちなみに LINE アット入ってない人は、見えますかね。アットマーク AYAT ですね。あやT。これ、LINE の ID 検索したら、私の LINE アットにつながるので、こっちからですね、入ってもらって、私の LINE アットから、25日ですね、参加したい人は、丸4ズームで27日に参加したい人は丸5ズームっていう風に、メッセージをいただいたら自動配信が来ます。で、その自動配信に対して、最後のとこまでですね、ちゃんと進んでもらわないと参加にならないんでですね、そこちょっと気をつけてください。で、私のそのズームセミナーですね、そうか、どんなものか、いつもですね、LINE アットのアコに出してるんですけど、バナーに、リッチメニューに、そうだ、今日はこれライブになってるから、あとでリンク送りましょうかね。内容わかんないですって言って、詳細教えてくださいって言って、あとで結構メッセージいただくので、この後ちょっとズームセミナーのリンクを配信しようと思いますので、まあ、そちらでも確認できますが、ちょっと早めに押さえておいてください。埋まると思うので、25日が丸4ズームで、27が丸5ズームですね。で、まあ、これだけ特典つけてるので、3000で損をするっていうことはなかなかないかなと。で、ですね、ズームセミナー出るだけで、例えば、インスタのフォロワーが、どんどん増えて、で、2、3ヶ月前に参加してくれた人かな、8000人になって、で、売上上がりましたとか言ってくださってる方もいるんでですね、なんか変えたい方には、結構惜しみなく、なんか濃い内容ありがとうございましたっていつも言われるんでですね、惜しみなく伝えていくんで、まあ、ぜひですね、参加をしてみて、で、ズームですけど、会いに来てやってほしいなと思います。絡んでやってほしいなと思いますので、早めに、申し込んでください。はい。ちょっと今多分もう来てますね。はい。ありがとうございます。はい。っていうことで、うちの生徒さんが、成果を出すですね、要素についてお話をしたんですけど、皆さんもこれからこうやっていくのにですね、取り入れられるものも結構あったとは思うのでですね。なので、意識してやってみてほしいなっていうふうに思います。ということで、今日もですね、約1時間見ていただいて、どうもありがとうございました。また遊び来てください。